かったね。疲れた、腰が。やっと着いたね。遠かったね。え、富士山どこ？ああ、あっちの方かな。え、見えないの？山に隠れて見えないよ。なんだ。山があっても山梨県って言うでしょ。何それ。さあ行こう、早くしないと引っ越し屋さん来ちゃうよ。え、歩いて行くの？うん、1時間ぐらいかな。え、1時間も歩くの？もう今まで散々引きこもってたんだから、いい運動になるでしょう。大丈夫かな。さあ行こう。はい、もうちょっと頑張れ。まああと半分あるけどね。あと、はい、頑張るよ。痛い。ほらそら、早く早く。ちょっと待って。ほらほら、はい、頑張ろう。ほらそら、早く頑張れ頑張れ。着いた。ここだよ、これからの家は。来る途中コンビニ一軒もなかったけど。大丈夫、明日車が届くから。え、車買ったの？そう、軽だけど。へえ、いつの間に？ここじゃあね、車がないと生活できないよ。だから山梨県は車の保有率全国1位なんだからね。ママ免許持ってたんだ。そらも学生証もないんだから、18過ぎたら免許取りなよ。身分証明するもの持っといた方がいいよ。うっさい。あ、待って、よかったね、バッター。もうもうそんな卑怯じゃないって。明日はケーブルテレビの工事で Wi-Fi もつながるようになるよ。へえ、ママ段取りいいね。山梨県はケーブルテレビの普及率も全国3位だからね。山梨の空って意外とないんだ。そうだね、ビルが山に変わった感じだね。でも山の色は変わっていくんでしょ？そうだよ、今は緑だけど秋には赤くなって冬には白くなる。ずっと同じ空しか見てこなかったんだね。そうだね。進んではつまずいて、大声あげて泣いていた。もらったものを思うように大切にできなくて、古びてゆくの僕は止められなくて、緩んだネジを巻き直すように進んだ。Thank you.
ごちそうさまでした。まあ、美味しかったね。ね、うん。ねえねえ、ん？ここ犬連れてきてもいいんだね。おお、そうだね。じゃあ、そろそろ行こっか。うん。あの。はい。あの。はい。あの、犬触ってもいいですか？どうぞ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。娘さん、犬好きなんですか？ですね。私も初めて知りました。これって捨て犬ですか？残念ながらそうなんですよ。それで私たちはこの子たちの里親さんを募集してるんです。ああ、そうなんですね、はい、あの子も元保護犬なんですよ。そうなんですか、うん、空が犬好きだって知らなかった。そう。だって知らない人に話しかけるなんて珍しいから。そういえばさ、あそこの店員さんと何話してたの？そうそう、空が気になってたあの犬、保護犬なんだって。保護犬？うん、飼い主の都合で施設に預けられた犬。あのお店の人が里親のボランティアしてて新しい家族と出会ったんだって。あの犬、幸せそうだったね。そうだね。なんか、私たちみたいじゃない？え、そう？新しい環境でのスタートだから。でもさ、ママは空を捨てたりなんかしないでしょ？あたり前田のクラッカー。何それ？空のおばあちゃんの口癖だから。何それ？得意のスマホで調べたら。めんどくさ。アホさよ。まあ車もよたいのにしっかと思ったけんど。ああそれじゃ偉いし、車もあるしいいさよ。アホさ。まあこっちに帰ってきたのも、空も私もズクがね、つこんで。ズク？ああ。じゃあね、はい。ねえ、今ママが電話で言ってたこと何言ってるか全然分かんなかったんだけど。本当？車がどうしたこうしたって。ああ、よたいっていうのはね、古いとかボロいっていう意味。じゃあママも空もズクがないって言ってたけど、ズクってどういう意味？うん、それは、それはね、あれよあれ。すごいとかね、そういう意味で、私たちはそんなにすごくないですってね、謙遜してんの。嘘つけ。もっとネガティブな言い方だったけど。うん、そのあれよ、公衆弁が聞き取れなくても空が言ってることはこっちの人に伝わるから大丈夫。当たり前じゃん、日本なんだから。あとね、こっちの人空のことおまんとかボコって言うけどね、怖くないから安心して。それもどういう意味？まあ、ダッチもねこん一丁しつこんで。ふふふ。うん、ないでよ。ただいま。遅かったけど飲んできたの？うん。そう。組に入る挨拶しに行ったらね、組長が組の衆もいるから飲んでけしって。組？うん。こっちで暮らすんだからね、組には仁義切っておかないと。仁義？早速。今度の金曜日にある無人に講師だって。無人？会費払ってないけど新入りだから特別だって。え、お金払うの？こっちではそういう掟だから。掟？会社ではさ、上から数えた方が早かったけど、組の中じゃ一番下っ端だから新鮮だよね。ママが一番下？空が組の無人に来たら大人気だよ。今度来る？絶対やだ。だよね。お風呂ね、明日の朝にする。
おやすみ。おやすみ。久々にちょびちょびしちょしなんて言われちゃった。ママどうなっちゃう？これからどうなるの？じゃあ行ってくるね。冷蔵庫にさ、あの夕ご飯入ってるからチンして食べて。気をつけて。東京じゃ毎日手作りだったのに。そらちゃん、ただいま。今日も無事？そうです、今週なんと4つ目です。今日車で行ってたよね。はい、車は飲み屋に置いてきました。田中千佳、タクシーで帰ってまいりました。何やってんの？じゃない、今まで空の子育てでやりたいことずっと我慢してきたんだから。何それ、もう空がいない方がいいんでしょ。でも行くとこなんてないか。ただいま。帰り。これ豆餅。豆餅。ほら、焼きたてだから食べろし。おいしい。でしょ。ママが小さい頃ね、ここに住んでいた空のひいばあちゃんがお正月に毎年作ってくれて楽しみだったな。そうなんだ。これ作ったの？ううん、車を取りに行く途中、豊富の道の駅で買ってきた。そっか。でも今度は作るよ。空に山梨のこともっと知ってもらいたいし。昨日はごめん。大丈夫、気にしてないから。気にしてるくせに。そんなことないから。空がいない人生なんて考えられない。空がいて邪魔じゃない？もう当たり前じゃない。でもさ、今はマッチングアプリとかもあるし、ママもいい人と出会えるかもよ。マッチングか。え、本気にしちゃった？ねえ、空、もう一人この家に連れてきていい？どういうこと？早速電話してくる。どういうことね、待って。どうしよう、新しいパパ。